生カイ市が9時をお知らせします。 こんばんは、つい生二十日一の時間になりました。今日からこの、ガーデンルームから、お送りしております。夢ホームの、石川よしさです。みなさん、こんばんは、青くみこと、青石久美子です。ガーデンルームオープンしました、おめでとうございます。やっと。ねえ。え <laughs> いや、もう、すごいの一言ですよ。うん<ー>、もう、違うだろう。違います。いや、もう。 こうなるとはでやっぱりフェイスブックで見られている方もいらっしゃるたくさんいらっしゃると思うんですけどあの実際に見るのとでは全然違いますね。やっぱりり緑の迫迫力力は本当に迫力ありますよ、えー、というわけで詳しく聞いていきましょう。というわけで「えー、今週もよろししくお願いしますつい生廿い市」この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵き空間夢ホームの制作でお送りします。 始まりました。そしてお誕生日おめでとうございます石川さん。四十六歳になん。四十六ですか。うん、おお<ー>。これね、あら何歳になったかなってからわからない。やっぱりも<う>、えー、私もそうです。四十五、四十六？あれ六、七 <laughs> ってから。アラフィフね。まあね、まあこれがあの長,、はい、長男のプレゼントかも、ね そうそうそうアイボンカバーそうなんです、ね、今日プレゼント第二弾もねはい、はい、あの北東県愛蔵版十一巻をね、うん、プレゼントしてくれたえでえ誰から長男あすごい二つもうん、うん うわーすごい中学生にもなると2つも俺が読みたいけついでに買うわみたいな <laughs> <laughs> プレゼントとしてね一応ね渡して渡してあっ <うん S 2> ちょっと任せてって読めた <laughs> <laughs> 偉い偉い <laughs> 行ってこいかいね, <laughs> <laughs> ねえお誕生日迎えられましたよねそしてオープンしましたそうそう <ねえ S 2> これね <うん S 2> フェイスブックでの誕生日をねうんうん忘れとってね どうなるか朝起きたらね、うん、もうメッセージをブワー <laughs> そう石川さんのフェイスブックのタイムラインは書き込めないように、うん、ね制定されてますよねそうそうそうであこれだとまあメッセージだと思って、うん、結構一番乗りでした私いやまだ嘘嘘これいけると思ったんですけどね時間的にああまあ上位はいほうねそ<位>、はい、うね <laughs> じゃ画像作成にね、うん 百百は超えとるよ。うわーですね。こ,こで仕事の打ち合わせとか、うん、全部フェイスブックでショールイン。はい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 。流されてしまう。大変大変。あ,あれ。大変大変。ちょっとかなりこ <laughs> 出てこない。かなりの量のスクロール、ね。土曜で買ったみたいな。そうなんだ。うん たくさんの方から、ね、メッセージ祝福頂いて<う>当日ガーデンルームがオープンしたということでね、うん、結構来てくれたよねフェイスブックでも見ましたけどもウッチーファンが手伝ってくれたけはいこねこれまたね、うん、こうお客さんの話そうだ来場者プレゼントかなり和田ふんあふれたんだけどねあそうだったんですね<ー>うんうん、まあ、どうしてもねななこう流れるから。<laughs> 動きがね。ね<え>、今日はですね、えっ、ー、と。岡山一一号さんが、こんばんは、リニューアルおめでとうございます。けんさんが、こんばんは、ということで。<え>青首さんの顔が光で、で、<laughs> 岡山一一さん。すごい美白なんですけど。<laughs> <laughs> 青首ライト <laughs> <laughs> う。金棒化粧品より、美白になれるという <laughs>。お金かけずにここまで美白みたいな <laughs>。<laughs> <laughs> そうなんですよね当日どうですあ、みっちゃんラブリーさんこんばんはあ、みっちゃんラブリー来てくれたよねえ足を込んでいただきましたね、うん、モーニングショットくれたおお<ー>。一<箱>あだからなんですかそうそう,そう,そうはい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 、うん、そうなんだどうでした当日オープン当日やっぱりねあ,ありがとうございます青くみの方も何にはいけん思うあ、嘘嘘嘘。<laughs> 嘘嬉しい うん、なあそうなんだ嬉しい嬉しい一人でこうしゃべりょうって、うん、30分が限界だったよなまあでもそうですよねうんね<ー>こうやりとりがないと、うんうん、人間ダメだなコミュニケーションがないと人は生きていけないんだなおっ <laughs> 大きいおっきい <laughs> ね、ウカギは寂しいと死ぬんだな思うとあそれといそうだノリピーがあ、みっちゃんダブリーさん来場者プレゼントもらってないあ,なあ、これ意識して渡さんかったん、ね、だあわ、わざとわざとだそうでーす <laughs> いや帰りはだそう思うからついつい一時間二時間おったんじゃないかなあ,あ、じゃあ結構いらしてくださったんですねそう、オグサックさんとおはいはいね あの結構なんか有名どころが午前中ふ用いきたよね<ー>島田大佐にへえじゃあたくさんの方が実際見られて皆さんどんな、うん、こう反応でしたか,なんかこうこういうこうどういうかねマジで作ったガーデンよん、うん、がなかなか見る機会がないってい、ね、うん いや本当そうですよ<う>ガチかいねうわ <laughs> でもなんか、あのー、この番組を見ていただいている方もそうだと思うんですけどもあの石川さんがそのガーデンだったり緑だったりあのお話ししてくださるのが実際にこれなんだみたいな、うん、初めてこう目にできるというかリアルに。そうあ展示場じゃねえってきたら「うん、あれ何展示してるの?」って感じになる。 まあまあね<う>だからもうこの空間そのものが、うん、そうそうこれがもう展示、ね、展示場内こうガーデンルーム入ったらそこまで展示しとるもんがない休憩場所みたいな感じあ、まあもう本んなんか癒しの空間ですよねまあ商品といえばこの壁面緑化ぐらいかないや、うん、見ましたすごいんですよ まずねこの後ろにありますけども、うん、この後ろがこの、うん、多肉植物の壁面緑化、うん、おこれぐらい大面積のはなかなかない内容、うん、で。ねなんかちっこい、うん、本当なんだろう飾られてるのとか、まあ、鉢植えとかっていうのは今結構注目されて見ることはありますけどねいやーこれすごいですよ本当に 2> 丸2日か,かってる <laughs> うわ二、うん、日、あのね、あ,<ん>あの普段戦士性、脚立にまたがってこうやってから中腰でこうやって差し込んでいって、うこうね、はい、腰やられたよねほんま、やられますよ、だって本当この 大きいんですけど一つ一つが近くで見たらすっごい細かい作業ってわかりますよね。一個一個かえる。<laughs> そう。バンってはめてるわけじゃないんで、うん,うん。一個一個植え込んでるんで、いやこれはすごい職人技ですよ。ね。ね今日、うん、ア,アートじゃねえ言われてから、ね。いそう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 。アート。うーんそういうアートを見た感動です多分リアクションがきっと。<laughs> やっぱりこう流木入れたいのはこう、うん、躍動感を与えたいなって緑化にうん,うんすっごいありますよそしてねこっちまずおルーム入って頂い,いて正面でね、うん、お出迎えしているのがこの大きいそうそうこれはクファ類でやった壁面緑化ね、うん、すごい迫力ですよこれ実際に見るとそうこれは 垂れてくる植物と上に上がる植物前に盛り上がる植物三つどもえでやっとるってこれ方法ごとに多分顔変わってくるそう日々成長するみたいですよ、うん、その太陽の光だったりやっぱり植物はね、うん、あ可愛い,いなあもんがこう植えた時はね真正面にこうなったんだけどそうもう朝日とかああいの浴びて<ー>次の日にはちょっとこうなったよね。 で2日目もこう上向いて太陽に向かううんはいくっきりね垂れるもんと上がるもんというのはうわ成長生きてるんですねでもこう可愛いな思いながらああほんとんか育てる子育てまではいきませんけどもこれどういうんかねこれ室内用の壁面緑化なんだけど育つインテリアいうんかうん うんうん、これれまあこれこの面積やったらちょっと割高なんだけど、はい、ちょっとこじんまりしたやつを、うんうん、うちらも販売いう形で、うんうん、へ,へ<ー>そう壁面,壁面なんかねそのぐらいの大きさだと、うん、あの絵画とかそれこそ絵だと飾ってるっていう家はたくさんあるかと思うんですけど、うん、それをそのサイズで壁面緑化で飾るってそうそうおしゃれですね。うん楽 ほんま額がついたやつを、ぼってやったら、こう、ねうん。それも日々成長するし、本当に素人でも管理は。うん、全然、OK。できます。うん、ああ、そこ、ちょっと心配ですよね。管理の部分が全く知らないと。で、まあ、これ壁面緑化には、この。園芸とはちょっと違うんよ。ん園芸たも、そこで、こうずっと育てて。はい。 翌年も生えるかなみたいな感じなんだけど、うんはい、やっぱこれは限界があるよね。<ー>うん、限界とはどう,どういう植物によっちゃもう、はい 1年2年でもう枯れたりすうことですかねここで育てよう思ったらちょっと難しいもんがあるんで極限までなるほどだからまあ本当に自分の部屋で自分の家でっていう時はもうそれこそコンパクトにねさっきおっしゃったような角に入ってるようなものだったらほんまこの4分の1ぐらいがきれいパとリビングでも飾っとってリビング玄関うそう玄関でもねね もうこういう何年前56年前にもう海外のインターネット見ようたらねもう見せられてしもうてねこれに<ー>うんそうなんだそうなんだなんなうずっと勉強しようってえー、えじゃけうわし王立教会のあれがガーデンマフタ取ったようなもんでうん,うん日本じゃダメなんよこれ。 はあ、そうなんですね、うん、海外ではもう、うん、もうリードしまくってるよねいや初めて見てほんとおしゃれですよね、うん、これめっちゃおしゃれでこの壁面旅化アートの周りへ中途半端な笑顔っても吹き飛んでしまうのよ、うん、このパワーでうん、うんうん、ほんと思いますだって動きがあるから日々そうそう絵はねまあそのまま動かないじゃないですか 成長しないから、ね、あそこにあるんだな的なもんでそう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 これは今日はどういう顔しとるんかなとかそう、うん、それがねその楽しみ毎日の楽しみとうんそうなんだ初めて見たなんかね本当言葉で和田さん聞いてましたけどこれが駅面緑化って言うんだみたいなそうそうイメージ以上でした、ね、あらそううん本当ににんか苔のイメージだったんですよ コケがこう壁面にみたいなイメージだったんですけどこんなにも動きがあっていろんな植物があっていろんな種類があるよなあのうなフェダムフェ、うん、ダムをわーっとやったり、うん、で割とこのデザイン性がない緑化が多い。 うん、あそうそういうイメージだった気がします私きっと、うん、な,なんだこれ言って、うん、せっかくやるのにみたいななんか一本でもこうね違う植物植えてライン作ったらどうみたいなのがあったけどすっごいこれはほんとおしゃれねだけどこれをやっぱり広島やっぱり日本の中でも送れとるんよ、うん へこれなんか実際見てほしいですね、うんうん、すごい思う感動がすごいやっぱりこう関東近畿の企業さんとか、うん、受付の後ろにこれあったりねうわー素敵。受付場がここよってうんそうそうグーグルじゃったかなあれも受付全面おるっうわさすがおしゃれですねやっぱり海外だなーもうねおしゃれだなー、うん それこそ本当ね、そういう何最先端にいってる企業、大企業だけじゃなく、本当に病院とかね石川さんがずっとおっしゃってたけど、うん、見て改めて思ったそうそうねこの病院の待合室だったりとか、うん、癒すべきところにこういうパワーのあるものを置くべきなんだよね。観葉植物はまあ結構置かれてるかもしれないし、しあのカウンターにお花 程度はあるかもしれないですけどこの壁面に、うん、はねしこういうねありえんところからものがありえん、うん、ものが出てきてる、ね、そう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 すごく嬉しくて、うん、これってほんとお子さんからお年寄りまで幅広く感動すると思うそれぞれの受け,、ね、受け方は違うと思うんですけど。うん、やっぱりな まあ外壁の壁面緑化もそうだけど、うん、こう室内の壁面緑化、うん、うんうん、これやっぱり癒し以外の何物でもない、ね、そう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 。うん、日が当たらんと言うけど、そうでもない。ね<ー>。真っ暗なわけないんじゃっけ。ああ確か、うん、ああそっかそっか。光があるわけだっけ。ああだから大丈夫なんですか。うん、だから本当室内とかだとそうですね癒しそしてまあ、もう本当におしゃれなインテリア。 うん、になる。んインテリアじゃあもうこれ。ねえ、今日たくさんね書き込みいただいてます。ノブエノブエ平田さんですかね。あはい。ごめんなこんばんは。ん初めて視聴してますで。ありがとうございます。ますえー、え、榎木弘幸さんリニューアルおめでとうございます。こんばんは。ありがとう。はい。 ええー、徹也島田さんですね。<ー>すみません。私ももらっておりません。うさぎ、<laughs> うさぎちゃんですか。<laughs> なんかね、一人人数より余っとるもん。おお、また来てくださいね、鳥。オグサックスさんがこんなにカメラが動いたのか。カメラ。ね。うん。平、ね、田枝信江さんですかね。素敵な空間でしたーって。 そうそう、うん、来てくれちゃってね、うん、お,おばあちゃんも連れて。へえミッチャンダブリーさんこの場所に夢がつ詰め込まれとるよねそう思いました。ちょっとねここはもう予算かなりオーバーしたけどもうやりたいことやろうと思って、ね、ああ<ー> <laughs> 夢でしたもんね一つのそ<う>一つのまあ、うん、目標でしたよね志康さんの去年の十一月に壊して。 年内やって、うん、年明けからここでやろうって言ったよね最初うんそうでしたね、うん、そういえばねちょっと待てよってからうんどうせならもうやりたいこと全部やって、うんうん、春に木植えてほんでやろうかな時期もいいじゃないですか春うんね,ねもう何やってももういく植物関係 ああやっぱり時期よああそうなんですねもうどう植えても枯れない、えー、うどう切っても枯れないあそうなんだうんもう本ま春の息吹言うけどああ<ー>、うん、見事にそうザッフォもボーボウになるけどへえーうん、それもそれでねこう見ると本当伸び放題でも全然素敵ですよねきっとねそう,そ,うそうね今広島県内で生えとる 植物を使った、うん、壁面旅館を計画しておるけどわあそれいいですねわり、うん、と、まあ、子供らの勉強にななったり面白いかもしれな、ね、いんで、うん、それはいいかもしれないです、うん、なんか本当そうですね広島の地場の公務店とかも広島の木を使って広島で家を建てるっていう、うん、まあ要は地産地消じゃないですけどねそういうの売り出してますしね,ね確かにね うん、また興味が湧きますよね広島の草で、ねうん、植物でわしらもよう山入ってブラブラするけどなんか宝の山なんやなうん木の枝一本あっても、うん、あなんかいい形みたいなんか喜びがある確かに木同じ種類の木でもこう育ち方、うん、伸び方違いますもんねうがいね <laughs> <で> <laughs> 見りゃなんか木漏れ日が来たりあ苔いい感じみたいなんか下はね苔がうち昨日神社が早谷神社があるけえ大きいですよねあの神社ねそうあの山へ参道があって入れるんよえ奥ですあそうなんです入り口までしか行ったことそうあれをまあ一興なんかの時2年前ぐらいね長男と2人で。 散歩しうる時期があってンショー行きおー行こうれなんかこう奥に行ったらあなたの知らない世界みたいなもう二度とこの世に帰ってくれような気がするの言いながら<ー>ああいう感じよ、えー、空気はもうマイナスイオンでひんやりしてやっぱ新鮮な空気もあるんだなあいうのねうわなんかちょっと神秘的、うん、でこその新鮮な空気がね 毎朝ここで味わえるーガーデンを閉めとるじゃん、はあ、で朝一開けるじゃん、はあ、たら違うんよへ<ー><う>空気に香りがあるんだなんてこれ全部植物呼吸症でおおわすごい、うん、うわって蒸散作用とあれでは全然ねこの空間 だってこの空間、広さに対して相当な緑ですよねそうそう、緑 <laughs> <力>、ね、感、すごいよ、うん、すごい種類なんですようん,うんこういう違う楽しみができたよ、毎朝わあそっかで、またね、この伸び方とか成長とかそうそうね、毎朝 まあ毎回、放送ごとにこれど、どうなるんう見せてね、ね見ていただきたいですね、お伝えしたいですけど、ウチーさんもおっしゃってましたけど、放送前に、こうまた今、夜ですけども、朝、昼、そしてお天気によっては晴れ、曇り、うん、まだ見え方が全然違うって、うん、うね、うん、うちも昼間見とる系そうね晴れの日のね。うん またすごいんでしょうね。緑がもうバーっと綺麗にん輝くんよね。うん、ね、でしょうね。上からまた光が入ってね。カーテン閉てね。お茶したくなる <laughs>、うん。カフェカフェ。うん。そうまあね窓側へこう机置いとって、うん、ちょろっと見たらこう溶岩石の庭があるみたい、まあはいいですね、うん。でまあこれからここのガーデンルームの外回りを、うんうん 全面緑化していく系。うわそれすごいことになりますね。これあの。私のブログ。はい。あの地球の緑の丘いうて。それにしようもん。緑の丘にしよう。ああ、はいはい、そういうことなんですね。もう、もう壁面が見えんように。全面緑化していく、まあ。何ヶ月かかるかからんけど。あ。おいおい。 そうね,ねちょっと徐々に、うん、プロジェクトの合間でそうですねうんわまたどんどん変わっていくわけですようんね<ー>まあ、ほんでまあ、こっちの道路側の壁面を、うん、石原さんと熊谷さんにこう、うん、壁面アートしてもらってねおお、はいうん、この アートと、この、緑化の融合を言うかなこれがやっぱり、素晴らしいかな実際、こう、イメージを言うんですか最初石川さんが。いや最初はわしもねこうこうこうやって、これを描いてくれ、言われるんは嫌なんやはいはい、石川さん自身がねはいそうで、さらにまあ、わしは、商業デザイナーだけまあ、言われたらやるよ いやだけどけどあれらはアーティストとして食うていおるわけじゃってあ,、はあ、あんまりわし言うちゃいけんな思うてねうん,うんまあ注文つけたのは明るい絵はあ<ー>うんなるほどあとはもうお任せし,しますね<笑><笑>すごいだってだってこの正直空間は私も見ないとこんな出来なんだって分かんないじゃないですか それも一応伝えるんですかこういうのするよこういう句がなるよこっちはねこっちはこうこうこうなるっていうそれに連なったもんとして自分らが思うようにやってくれ言うんでほんま注文つけんかったもんで何んぼいるか言うてくれいう話して。はでまたその石原さんと熊さんがじゃあアートこんなふうにで地はこんなふうにで考えられたんですかね 生ゲストに出てきてとって、はい、で熊谷さんはうちのこの看板、うん、の後ろのこれを別に発注しとってからであそういやこの二人がこうコラボレーションで、うんうん、絵は石原さんで、うん、文字は熊谷さんと面白いなあ言って、うん、話を二人に持ちかけたら二人とも知り合いじゃった言うんでお<ー>うんたら二人で話してからちょっと絵も作って言う。 注文ぐらいぐらいでそうそうただう、うんあなんかいいな思って、ね、いああいうもん作ってくれたと思って、ね、色も優しくてまたそこにくまさんの字がねはまってで、熊谷さんよなかなかゆ有名なんだよねライブアートではいくまさんは結構ね、うん、幅広く広島で活躍されてますよね 妙におどおどしとるけ、<laughs> わしを怖がっとんかなそうかもしれないですよ。<laughs> そうなんだ。だいたいね、あのフェイスブックで急にメッセージが来るんよ。ほう 今から言っていいですかみたいな。<laughs> <laughs> 急だ。<laughs> わさ暇なんかみたいな。いつでもオッみたいな。今できましたんで、<laughs> 1>, 1時間半後にはいけると思います。もう怖。いける。あ <laughs> あ、いいよ、いいよって、腹筋さいき。<laughs> <laughs> <laughs> そうだ。 すごいね、できた時点が打ち合わせ時間だよ。あ、なるほどね、そういう。面白いな。へえ、面白い。まあ、そういう嫌いではないな。それはなんか言える相手だからじゃないですか。前前こう、ね、進むよは。英国だなと思って。で、言った時に、タイミングあれば。ラッキーぐらいで。ねそう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 。それでなあ、思って。うん。二日。 三日か,かったんか二日半か。へえ<ー>、うん、じゃあここに来たら本当にこのガーデンルームはもちろんですけど外の壁面。うん、うん、あれもやっぱりこう前が通学路なんよ。ああどうどうなんですか子供たち、うん。中学生とかがかっこええとか、ね。ああ聞こえます。こう,ん、そう本当に小学生とか読みな声に出して読む。ね読んでしょうん、うん、そんな気がする。すごいね。 ね、カトリー風月って,ってカトリ香取慎吾かみたいなだ中から叫んりそうなんだ俺なんか真っ白いから「俺も描きたい」みたいな「私も描きたい」とか現れるかも <laughs> いや彼らは多分それが本物なんじゃないかな。 ライブペイントの根本原理じゃないかだって真っ白じゃないですかそうで一緒に描いてほしいなみたいなこともようだしあっそうなんだだってあれ写真ね今日ちょっとまだはっきり見てないんですけど写真で見た時だけでもああめっちゃ空間がある描きたいなって思いましたもんう <laughs> あのデーに <laughs> そうそうしょっぽいやつをねかやくかもしれないけど <laughs> でもほんとね素敵ですよね外もねいろんな素のコラボレーションで出来上がりましたねうんやっぱりこうまあ彼らも作品を残せんのよねライブアートだけライブペイントだけ <laughs> 確かにそっかうんこれでやっぱり自分らの作品を残せたいうへえ。喜びをうてああ確かにね、うんでまあ 機会を与えてくれてありがとうみたいな感じやったけお互いさらにこう彼らの活躍の場をねあああいうね機会を求めるんだなと思ああ改めてそっかここに来たら見れるからしかもねそういうふうに子どもたちが自然に通学路で毎朝見 目に入るところにある自分の作品がね、うん、景門作ってもらったと思って、へえー、うん、ガーを見てもらって、うん、まあこの三種類のガーデンを見てもらって、うん、うん、でまあ一切偽物作ってないこのガーデンは、ほ<ー>うほ、ん、う、え偽物ってちなみに、ちなみにこのどういうことですか、まあ例えば、うん。 うん、あ木だなって言うじゃんは,はいはいはいでこう見たらプラスチックだったりんかそういうことなんだ木に見せかけて <laughs> でこれあなんか雰囲気のいいレンガだなってパチッと割ったら中はフメントじゃったりって何、はい、か軽い思たいうたとあ、うん、はい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 、うん、そういうことかそういうの一切使うてないうわお、うん、全部海外の窯を解体した廃レ,、うん、レンガか ちゃんとしたアンティークレーン中まで詰まってるちゃんと粘土全部で結構ぶっしり重い全部あなるほど、うん、で<わ>同じ形がほとんどないおーおーおーもう一つ一つそれぞれ味があるわけですね,、うん、ねそうそう<ー>でちゃんと石灰岩、うん、アソザンの溶岩、うん、スコーターフの種類分けをして三、うん、箇所へ分布して わじゃあこういうふうに説明を聞いてまた見るっていうのはね違うかもしれないですねちなみにあのみっちゃんラブリーさんがネギ入れてほしいなってこの壁面ですか、ね、<laughs> 壁面のこと <laughs> <laughs> 違うかな、えー、ウェリン1973さんが「早く見に行きたい」とてケンロウさんが「一度行かんといけんの」ね、岡山115さんが「アングル変わるのもいいねウッチーさん」と。 ガチャ693さ,さんが、えー、見に伺いたもいうねどうにか、まあ、わしがわしが言うじゃないけど、うんうん、わしがこういう人間じゃいうことでこのガーデン3つ見てガーデンルームこの展示場を見て、うん、あ石川ファンこういうのが好きなんだないうのが分かってもらったら何を。 どういうこともないね。確かにそうなんですよ。うん、この番組で、き、いろいろ、ね、石川さんのこだわりだったりとか。うん、職業に関して、あのー、話していただいたんですけど、もう見たらわかる。そうそう、うん、もう、これ、あ、こういう可愛いい、<あ>かい,いやつさんだった<う> <laughs>。これだって、私も知ります。それで、そうです。えっ、ー、と、みっちゃんのブリーさんが、おくみさん、今日初めて見たので、っていただいたんです。そうなんです。うん、先ほど五分前に。到着し、<laughs> そう準備しながら。 いやーでも入った瞬間のこの壁面緑化はもうびっくりしましたうん迫力がすごいし壁面緑化ってこういうことなんだこんなに綺麗だしおしゃれなものなんだって知りましたそうそうそうう,ん、そう本当にそうなんよ動きがあってなん,なんかふこういろいろ見ようたら震えるもんねそうそうんうん

仲良くならさせてもらってまあ、まあ、ええんじろうな、思いながねええですねうん、うん、素敵だで、なんか19日の昼からアリスガーデンでなんか、ライブペイントする言うんで、うん、その画像が、動画が上がっとったんようんただ、思うとなんか危機迫るようなライブでへぇ、えー、あ,あの、おとなしそうな顔がこんな バーカーハレンチなことあそうあハレンチではな言葉間違い <laughs> <laughs> 言葉間違えスイッチが入るとやっぱ皆さんうん、ね、やっぱここ、この人はこ,のこれで生きてきとんだな思いながらああ改めて、うん、やっぱり<ー>ね、うん、こう仕事に集中しとる人間の顔のはやっぱりいいな 違いますよね、うん、もうなんかいくら仲良くても近寄れない時のオーラとかやっぱありますよねスイッチ入ってる時って、ね。ほんでこうねあやっぱりあ仕事不承認がいいな、うん、いうのはあわ<ー>、うん、かる思うのか。なるほど、うん、ねえ皆さんそれぞれで活躍されてる方ですよ。ねというわけで前半ガーデンルームについて思いっきり話していただきました。ここでで一、えー、曲お届けしますす今日はですね えー、柿田つまるさんの新曲ですか。ご意見番号。はい。新曲がきました。お待たせいたしました。<laughs> ほやほやの新曲をお聞きいただきましょう。柿田つまるさんで君だけの未来。どうぞ。不真面目だと言われても自分を貫けばそれはいつの日にか真実。 look できたてほやほやの柿まるさんの新曲をお聴きいただきました「君だけの未来」ねえバラード調でこの度はねえ、うん、あの柿さんが <laughs> いろんなね歌をこの作詞作曲はあのデネブ立花さんがやっとるんで素晴らしいねうん またまたすごいコ,バコラボレーションで。うん、すごいな、もう、あの。メイプルカイザーの敵役が。新しくなったり、ね、知ってる。へえー、知らないです。何てかなかドクタージャバードが。倒されて。ははい、新しく、昨日からの。うん、カグール大祭の。へえ。敵役。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。そうなんだ。まあ ジャケ新しい話題でね <laughs> 4月ですから <laughs> ねうんな,もなんか揉めたんかな思いながらこうドクタージャバードなんかをねやろうたんあそうなんだ、うん、じゃあちょっといろいろ人間模様が <laughs> <laughs> ですかねどうなんでしょうか,か,かなんか意味あるんかねカグドクタージャバードカグール なんかの文字に引っ掛けとんかね。ああ、かもしれないですかね。もしかしたら、どうなんだろう。かぐる,かぐるか。かぐる。かぐ。かぐ,かぐるかな。んね、うん。そうかもしれんな。うん。ええー、そうなんだ。ねー。まあ、入れ替わりの時期じゃね。うん。<laughs> えー、そうですね。本当ね、春ね。<laughs> いやー、でも、本当いい時にスタートす。 されましたよねいいタイミングできましたよねほうねいいタイミングでうちの従業員があの、ね、禁止一1ヶ月だけどね <laughs> <laughs> 誰がフレイ歌になる自ら社長さんからバカじゃんもうみたいな <laughs> バーカいだからそうだねーねでも昨日、うん、うちの長女の,、はい、あの初めての参観日 2>, 2年生のね。おうおうおおはいはい。うん、なんかなんかね新人の先生が非常に多いの。おおあ新入社員？おお<ー>。じゃあ大学出てそれこそ20。お一発目だろうな。うわあ頑張らないと。新人の先生って1週間のうち実回研修でおらんの？おらんの<ー>、まあ？長男の時も5年生の時1年目の先生じってから。 わ高学年うわすごいでまあね今回2年生だけまあ楽しければええかみたいな感じだけどねまた低学年の方がまあどうなんかねうんわかないですけどねまあ1年生とは難しそうなねあの中身保育園じゃ幼稚園保育園児が出てきた感じですもんねそう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 落ち着きの部分でね椅子に座って常に学習するっていう こうそう、ね、そそねの習慣づけの部分があれじゃけ二年生とかも小学校慣れてね慣れてる系まだ楽なんだろうな思いながらねまあ違うかもですね二、うん、年生三年生四年生これ女の先生の割合が圧倒的に多いようなって今日言ってなへえ<ー>、うん、やっぱ女性多いんだまあどう男性はね 精神的に耐えられるらしいね <laughs> う<そ>。ね嘘。やめていくらしい。え、逆に、うん。途中、中途で退職して。<ぁ>まあ、潰しはきかんだろうな。塾かどっか行くんだな。ああ、塾講師ね、そっか。うん、え、じゃ、女性の方が。うん、まあ、うちら。四月からの。学校生協の。指定加盟店になったんよ。<ぁ>ほんで。こう、はいろいろ。 圧倒的にも女性。それは小学校が女性ですか。中学校になるとまた男性が増えるんですかね。じゃあね、私この前博報堂の人と話をしったけど、はい、広島って圧倒的に女子の人数が多いん。 あ、って言いますよね。そうそう。うちの長男のクラスによっても、女子が圧倒的に多い。あ、子供からそう。この方が美味しい時代になったな。そうなんですよ。そうなんですよ。広島男児たちは。え選べるんですよ。ね。まね、女性は争奪戦ですよ。まあ、量と質が、まあ、よう分からんけどね。質が充実してるた。数だけおって。ほら、女性を敵に回したで。回したで。 そそうそう言いますよね広島ね、うん、だからまあそういうのでも、まあ、一つの職場見ても女性が多いんですかね。そうそううん、と思うな男性どこ行ったのみたいな。えー、それかもう教職に男性が選ばないんですかねだんだん教育学部行ってまあ人間的にずぶといは女性じゃもようわしいそりゃそうと思いますずぶとさ、うん、ずぶといったらもう女性の方でしょうね うちの奥さんの職場でも,、うん、なもう忙しいに分かってるのに、うん、いついつ休みくださいって,って平気で言えるズボさ<ー> <laughs> 男性は、ね、なんとまあ男性だったら多分余裕を言うとらんの職場の空気を向け,を向けで女性だから許されるところが自分たちにあるんですかね <laughs> けど女性ばっかりじゃけど <laughs> そうそっか <laughs> 言い合いになるいついつ休むじゃるあでしょうね 確かに。へえー、学校の先生、そうなんだ。んえ、じゃあ、二年生。え、先生、変わるんですか。一年、二年で。全部変わるよ。一二三四五六。あ、じゃあ、六回。あ、今、そうなんだ。一年生の先生は一年生。うん。ずっと。えー。うん、二年生の先生は二年生。これはね。あの、ゆとり教育から。が終わったじゃん。はい、先生が対応できない。各学年。 そうなんだ先生子供も大変だけど先生ももうゆとりになれてしまうから対応できない先生が多いそっか楽な方になれちゃうとそうですよね <laughs> 逆だとまああれですけど先生の研修もふふによる系何とも言えんのようんまだ中止中にだって小学校長男が6年生の時 これゆとりの時は中3でおっしたんですよとかね嘘じゃろわけげてそんなに違うのってへ結構あの思考この応用能力のない社会人をたくさん輩出したいうのが、うん、日本の国力を弱めたいう結果になってしまったよね。 社会人でしょちょうど1年目から5年目ぐらいを占めてるから困り果ててますよねどこの業界も、うん、企業がすごいね大変だし<ー>大学の先生らもかなり苦労したみたいで下手にパソコン慣れしとるとできるからああいうのみんな間違った論文出しとるとか。 コピーして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 全員が <laughs> <laughs> んか今こうね <laughs> 世間で <laughs>、うん。<laughs> え,ー、えどういうんかな詰め込み教育は悪い言うけど、うん、詰め込まにゃあ覚えんよな基本的にだから今完全にそれ戻ってるんですちょっと詰め、うん、戻っとると思うあーやっぱそうなんだ,だ中何言うたかな中1の 三学期で一回目の大きい波が来るってことだな中一の三学期、うん、へえ<ー>そこで分からん子供がわさっと出るってあー確かにで中二の二学期でとどめ刺されるってはいはい、はい、完全にもう分からん子は完全に分からんになのあるんだろうってあーそこでもうほんと高校の進度が、うん、そこからもうどこの高校行くかで大学も諦めてくれいう感じになるけ 十 1,、うん、中,1中2のこの2学期間は勉強する姿勢を作ってくれとしたらそのベースがちゃんとできたらまあ乗り越えれるしこの高校進学高校進学したらもう次の大学がついてきますもんねもうパックよ年、ね、もうパ、うん、ックですパックですうんそうそうでもまあわしはもう受験経験者だもん20年も以上前じゃん、うんうん でも、仕組みからなんか,から。違うでしょうね。うん。うんちょっと。早いかな、思うけど、やっぱりもう塾行かすよね。うんうん。え、今日も頑張ってるんですか。まだ頑張れおる、俺な。クラブは、<laughs> クラブは、ちなみに。<laughs> <laughs> クラブテニス部。うんうん、がん、今頑張ってます。なんか、まだ本格的に始まってないみたいで。うん、見学ぐらいですか。いや、むちゃくちゃ打ってくるよ、時、ね。時間が短いんや。ん 5時まで1年生のうちは5時までと書いてるへえだいぶまあ約まだ1か月も経ってないけども、うん、どうですか中学校慣れまあ喜んでいくけ慣れ,慣れとんだろうなああそっかそっかえ、うん、じゃ長女娘さんは、まあ、2年生に上がりましたまた気分ちょっと違うんですかね黄色いランドセルから赤になりましたねあれちょっと違いますよねカバー取れた時の。 やっぱりこう <coughs> しっかりしてくるんじゃないのピリッとねえでしょうねそでれ見て次女もピシッと <laughs> <laughs> 面白いいつも、まあ、お姉ちゃんじゃ決て。<laughs> ね毎度毎度お当番さんの時に毎度毎度違うんですよね衣装がアイテムだったりとかあれつぼるんですよあれこの前メガネかけててあれめっちゃウケたーも新アイテムだと思ってどっから持ってきたそうそうそう懐かしいねこれちょっと鼻取ってひげ取ってあったりそうやっぱりそうなんですね <laughs> そういう女の子にとって嫌だったハシね嫌だっ,っと美的に嫌だ。ったう、ね、そ,うそうそう。受けるも。<laughs> あれ毎回怒られるんよ <laughs>、うん。パパ手をお膝よああパパが怒られるんです？う,ん、うちゃんと競技を女の子ですね。うん。でハシ配りますからね。<laughs> <laughs> えあのお当番はあの決まってるんですか？ いやもう次女と長男か長男はまあ長男は料理って言たのへえうんすごい大根こううそ切ったり卵割ったりでお母さんのうんあすごいなんかね小学校の家庭科でああいうのに面なろうたことを見せてすごいじゃろうってうわすごいそれ男の子はね女の子は割としましたけど で長女はあ,んまり手伝うあ好きじゃないんだ、うん、その時間に、うん、お勉強うん宿題とか真剣でしうああ自分のあるんですねそうそうスケジュール、ね、自分のなんかもう道でそれで兄弟音読聞いてとかああじゃあその間まあお当番しなくても他のお兄ちゃん、うん、妹は言わないお姉ちゃんしないじゃんみたいな言わなくもう自分たちが。 うん、まあれは勉強するだけしょうがないな、うん、あ<ー>あうのでね。なるほど。うん、で,、ね、で全部終わったらの「うん、今日の晩御飯は」うん、ってからメニューを発表して「あ,ありますか?」ってか言われる。<laughs> ね、えそれ何あの保育園でそうなんですかね。<laughs> 面白<い> <laughs> えーっと。うん 野菜とかあるで。えっとお肉と草と。草じゃないと。サラダです。サラダと魚と草。まあね。草は食べないとね。面白いな。ありますか。であります言わ言わんと。 じっと待っちゃおるあ、ちゃんとで、みんなありますって言うんですかで、長男とかね、面倒くさいけどねもうね、うんたありますかでてねまた言わすんだありますじゃあ、皆さん手を合わせましょうで、みんな合いただきますえーそれでもじっと立っとるあ、偉い、でもそれなんかいいですねでわしらが、お当番さんありがとうございましたって言ったら どういたしましてでは <laughs> 長いそれが一連の毎日え。これはもう日課になって、ね、保育園でもそれして家でもしてるってことはこう自然とまあ小さい頃から身につきますねちゃんと手を合わせて食べる、うん、保育園の絵教育してくれるんじゃないかすごいすごいあれねそうそうおなじみですよねお当番さん写真毎度いろんな衣装でね <laughs> ちゃんとエプロンしたりとか、さん、課金してたりとかね。そうそう、プリキュアの服着たりねそうそう、いろいろね、<々>毎回面白いですよ、あれ。まあ、本人は真剣なんだけど。そうそう,そうそう、ね、そうそう、本人は真剣なのか、またこれね。そうそう。うん、そうなん、ね。まあ、ね、だんだん、ああいう、いろいろ着るもんとか、言い出すんだろう、ね。あ,あ絶対そう。女の子、特に。絶対そうですよ。プリキュアが好きじゃ。か、いや、そうでもない。 あ,あ、そうなんですか。うん、仮面ライダー外部とか。かそうですよ、ベルトね。うん、<laughs> あれ面白いですよね。確かに、確かに。特急ジャんとか大好きよ。じゃ、まあ、うん、ちょうどこう上の二人の。両方取って。まあ、ほうだろうな、あの時間、ね、スーパーヒーロータイム。プリキュア見て。<laughs> やれやれじゃ。<laughs> いい子に見てるんでしょうね。 ね、フェーザーしてね。そう、ああ。フェーザー。こう、グーと握ってね。ガンミ。ガンミですね。子供たち。え、子供たち、ちなみに、どうですか、このガーデンルーム入ってきて。やっぱり、すごい、すごい、家。やっぱり、おお。ぼうじゃねえ。ああ、なるほどね、表現が。うん。やっぱり、こう。 まあ、こういうのに触れて育ってほしいな、ね。いやうんうんうん,うんそう、できないですよ、やっぱりほうね、ほぼ、うん、あ、ガーデンルーム来た人がこうこの花は何ですかとかね、いろいろ聞かれてけど私はあんまり、花詳しくない残念ながら、園芸屋じゃないあ、そっか、そうそうなんかまあ、好きな色味だった形を植えてるんです、うん、って感じですかそう、基本が、うん そこに何色でどんなフェタケの花、うん、はいはいはい言うんだけあと何でもええなあ言うのがあって記憶しないんだあんまり、うん、ああなるほどね、うん、チューリップとかわかるけどなあ、あわかります <laughs> いかんなあ思ってあの草花クイズアプリダウンロードしてくるおおー <laughs> <れ>そうかでも聞かれますよね確かに、ね、な,んなんで三問目で間違えるかの <laughs> <laughs> 早い <laughs> でもこの、壁面緑化の中にも緑だけじゃないんですよねう,ん、こう赤ですかね今赤に見えるけどピンクうん赤赤3点4点おるんでねいるんですよ、うん、箇所箇所でやっぱりね赤ってこう、うん、どういうんかね緑の反対色が何で中におるんかいうようなすごい存在感ラフなのへえ<ー>、うん、なるほど 緑一面でもこう赤が折ったらすごい映えるんよね、うんうん、ああいやほんとそうですよ、ねうん、すごいちっちゃいじゃないですかすっごい存在感ですよ、うん、目がいくでもあんまりこう自然界の中にない色なんよね赤ってそうかも、うん、赤と白ってあんまりないよ自然界の中に白も、うん、そっか へでこっちの後ろだと特に人形の帽子と持ってるリンゴが赤なんですよ <laughs> 目立ちますよねうんこれはねそうこういうあるんですね色の配置そう色彩的なもんかな<ー>割といい感じになってるいやーすごいですよこれ昼間見ると本当違うんでしょうねまたうん感動しましたよ ねえ本当、皆さんもぜひね足を運んでみてくださいじゃあ2曲目をお届けしましょうかね、えー、本日2曲目は「コー &RHM」さんで「マルボロですどうぞ ポケットに突き込んで「おいらでかけるのさおおいえ」oh,「yeah. バイトにだってデートにだって忘れたことなんて一度もありません」「あは体に悪いことだなんて百も承知の上だから」「なるべく吸いすぎないようにって思ってるよ」 れたた時もあったけど、「いつでもおいらのポケットにいる」「おまえうまければ苦い味の時もあるさ」「でもまさかそれが恋の味だったんだてね」 聞きいただいたのはコアンド RHM さんでマルボロでした、えー、今日最後の最後の質問をこれを伺いたいと思うんですが岡山11号さんがいただいております消穴話施工費が気になるとんこっちなんでしょうね壁面緑化なのでしょうか全体なのでしょうかどちらでしょうか番組終わるまでにください返事をこっ壁面緑化ね大きい方ですねうん 短髪だったら20万欲しいな、うん、この基板中が見せようか、うん、見えますかねおーおーこんなふうにで、うん、これが全部 そうそう、こういうカートリッジが。入っとる。うん、これをこっちへ。入れて。うん、こうぱっと。うんそうそう。この基板が。大体。八万九万円ぐらいなんで、ねうん。しましたー。うん。

大きい壁面緑化はそのぐらいで基盤基盤だけがね植物がええ植物使ったらああ確かにやっぱり4万ぐらいかかるねこれ0万円プラスうんおおというじゃあそうですね来週とか一部一部こうじゃあ後ろはどのぐらいとかちょっとお伝えしてみましょうかね。<laughs> はいというわけで今日はですねオープンガーデンオープンして初めての ツイナマハツカイチでございましたはい、はい、たくさんの方に今日は見ていただき書き込みをいただきました。ありがとうございます a、えー、来週もこちらのガーデンルームからお送りしますついなマスカイチこの番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りしましたおやすみなさい